ただいま到着しました。こちらがワットワンカナーイです。子供が水を汲んでます。違いました、ゴミを捨ててました。マッサージはこちらでやっていただけるそうです。こんな感じでやってますね。これこちらの本堂ですかね。多分人が集まってるのはお葬式ですね。こちらはお墓ですね。子供のお坊さん、さっきいた子かな。さすが今の子供はスマホ持ってますね。こちらの壁画にはカンチャナブリの名物と名称などが書かれてます。アイス屋さんですね。アイスの移動販売です。こんな感じになってます。こちらですね、ホットスプリング。こちらに温泉があるようです。はい、それでは温泉に入りたいと思います。ちょっとなんか匂うっていうか硫黄の匂いがしますね。右手に足湯があります。一人一人浴槽っていうんですかね、こちらにお湯をためて使って、使い終わったら流すという仕組みになってます。専用の足湯ですね。で、左側に五右衛門風呂ですね。こちらも一人につき一個の五右衛門風呂で、自分でお湯を入れてためて自分で終わったら流すという仕組みになってます。今日の温度は 40.5 度のようです。こちらは女性専用の温泉です。ちゃんと仕切られてますね。はい、それでは入ってみたいと思います。こちらに寄付を入れます。今日100バーツ入れさせていただきます。カップカップカップ。奥側にもマッサージがあると言われました。こちらでロッカーを借りて荷物を入れて五右衛門風呂に行きたいと思います。これが五右衛門風呂です。五右衛門風呂に入るにはまずこちらのバルブを閉めてですね、こちらをひねるとお湯が出てきます。すごい勢い出ます。バシャバシャ出ます。バシャバシャ。ちょうどいい湯加減ですね。温泉はこの五右衛門風呂が3つあってですね、この2人家族用ですかね、四角い浴槽が2つあって、さらに奥に五右衛門風呂がまた3つあるような状態です。では入ります。ザバーンと、あー気持ちいいです。こんな感じです。直径大体1メーターはないですね。大人がちょうど入る分にいい感じの大きさになってます。いや、さっぱりしました。今上がりました。大体1時間半ぐらい、1時間ちょっとですかね、出たり入ったりを繰り返して入浴させていただきました。なんかタイで温泉に入れるっていうのは感慨深いものありますね。昨日行ったヒンダート温泉よりもこちらの方が
なんか音質がいい感じしますね。バンコクから近いですし、雰囲気だとかお寺の中にあるっていうのがいいですね。ゆったりと入ることができました。それではご飯をいただいてからバンコクの方に向かいたいと思います。この温泉の隣に食事するところがありますね。こちら食堂がありますね。ご飯物と麺類があるようですね。あらあら、あ、パッカパオ、パッカパオあるじゃない。プラム組まい、じゃガパオプラム階段ドアカップ。イカバジル炒めを頼みました。イカバジル炒めですね。ガパオプラムハイダオドア目玉焼き付きが来ました。それではいただきたいと思います。今美味しくいただきました。ご飯も熱々でとても美味しかったです。辛かったら汗だくです。あれで45バーツですね。だいたい朝6時から平日は夕方6時まで、土日は夜8時までやってるそうです。気軽に来れそうですね。それで帰りのバスですが、先ほどバスターミナルのお姉さんは81番に乗りなさいと言われてました。で、先ほどのバスターミナルがだいたい毎時0分だったんで、ここには所要時間30分と見て、次のバスがだから2時半ですかね、2時半ぐらいのバスに乗って帰ってみたいと思います。こちらがバス停だと思います。屋根があって椅子があるので、多分こちらがバス停だと思います。あちらがカンチャナブリ行きのバス停ですかね。今見ていましたら何台かロックも走ってますね。ロック先ほど BTS って書いたロックも走ってました。先ほどのお姉さんに教えてもらった81番が来そうになかったらロックっていう手もありますね。ここから売却に乗って駅まで行って電車で帰るっていう手も考えてましたけども、売却がいないですね。呼んだら来てくれるんですかね。田舎の街道っていう感じです。バンバン車バイクが通ってます。あ、またロック下りのロックが来ました。81番満車のため乗れないみたいですね。やられました。あらら、満車で乗れませんでした。いや、ロットゥで帰るしかないですね。やはり毎時0分発なので30分ちょっと過ぎでこの辺りを通過してますね。今ですね、この屋台のお姉さんに聞きましたら、ロットゥは予約しないと来ないということで、今このお姉さんに電話してもらって予約してもらいました。もうすぐ、あ、来ましたね。これですかね。BTS 毛筆駅に到着しました。お寺から乗って2時間半ぐらいですかね。
ぞっていうと、このミニバンですね、ミニバス、はい、では BTS で帰りたいと思います。